少のズレは気にしない勝村工務店です。多少のズレがね起きまくっている、今タイル履きやってるんですけど、先日ね段取り間違えて白の目地じゃなくてグレーの目地買っちゃったんですよね。ただねめちゃくちゃいい。じゃじゃーん。いやなんかコンクリ感が出てめちゃめちゃなんかかっこいい感じになったんだけど、白だとねやっぱ便所感強かったかなと思って、いやいい感じだね。ほんで今回綺麗に整列させてるんだけど、半分半分ねやるっていうやり方もあるし、まあこういったやり方もあるし、今度半分ずらしのタイル張りなんかもやってみてもいいのかもしれませんね。いやとりあえず大成功でございます。さあそんで今日はねこちらが水回りのところのタイル張り、裏の方のやつわざわざ取り外してやっていくんだけども、まあ、まだ少しだけ青タイルあるんだけど、これちょっと高いんですよ。うん、経費削減のためですね、ちょっと白いタイル導入しました。もうほとんど隠れる部分なんで、はい、ちょっと白いタイルで可愛くしようかなみたいな、はい、ちょっと安く上げようかなということで、はい、こちらの方にいたしました。まあ、というわけで今日もね楽しく作業をやっていきましょう。はい、というわけで、早速でもやだなこれ、謎の接着剤が謎の開封の仕方されてますねこれ。わお、本当にちゃんとね早めに乾くから、さっさとねやっていこうと思う。ほんでまだ1列分だけでねあるので、これ1列だけ貼って、ほんで白タイル貼ってきます。なんだこれ。ほんでまあ多少のズレは気にしない工務店なんですけど、ズレてんなこれ。まあ多少ずらしていくけども、少しずつ修正もしながらねやっていこうと思います。やってんな。参りましょう。よし、まずマジ1列分だけの可愛く、まず1列分だけ可愛く張りを、ちょっと練習も含めて。よいしょ。さあ、つうことで、あ、でもなるほどね、これ正面隠れてるからちょっと、まあ、ずれやすいったらずれやすいかもわからんなーっていうのはあるんだけど、なるほど、こういう感じの、よし、こういうことか。これちょっと上に爪気味にして、ちょっとずつ横の感覚を取り戻していこうと思います。まあどうせ隠れて見えなくなるんだけど、よし、まあ、というわけで作業開始いきましょう。はい、よーし、とりあえずは一番上は終わったので、ここからめんどくさそうなね、ここらへんくちゃくちゃになってしまいそうやけど、いやーやっていきますか。はい、のぶくん接着剤くっついてますけどダメだよまあいいよ、うん、めちゃめちゃこのボンドがね手にくっつきやすいのでご注意ください。ちなみに、暖炉です。やっぱ暖炉はいいですね。今現在の温度はまだいってないな、ちゃんといい温度に。ここら辺のねちゃんと温度に上がると結構釜全体の温度が上がって、煙とかも出にくくなったりとかね、そういう風になってて、あとはねすごい乾燥しやすいので、こういうね夜間とかで水蒸気をバーってさせるんだけど、この家みたいに、めちゃんこ広い時はねあんまりその効果をなさないとも言われております。めちゃめちゃ空間広いからね。よし、うんなら勝村工務店とのぶ工務店でコラボ撮影ということで、のぶくんこっちね、はい、で私なんか難しそうな方やるので、こっち私がくちゃくちゃにするんじゃねえのかなって思ってます。気をつけるのはタイルのズレをなんとかしていくと、あと低接着剤だらけにしないこと、はい、もうのぶくん怪しい、でも変えちゃって、もう接着剤ついてるやつは。よし、ならこんな感じで、今からやっていこうかと思います。はい、ちなみに1枚あたりの大きさがこうだね、こんな感じで。はい、今からやっていくよ。よし、ね、行きましょう。はい、で最後疲れてきたので妥協しました。綺麗さで言うと、最初からね自分もやっとけばよかったかなっていう、もう上のズレとかもいろいろと補正しきれなかったというわけで無理でした、補正はね。まあただ見えないとこだから、まあよしとしましょうか。あとこれ乾いてから目地を入れたりするんだけども、まあ目地入れると少しマシに見えるかもわからんしね、ちょっと出来上がりがね正直楽しみです。ただ間違いなくここら辺見てわかると思うんだけども、一番最初にやった、はい、ここ一番綺麗でした。初めてだからめちゃめちゃ真面目にやって、はい、一番綺麗でした。さあということで3日後です。
今これをちょっと水分のあるやつで拭いていくとこんな感じでこれがペラペラと取れるようになると気持ちがいい。うわっすげえトイレ感いい感じだな。わーめっちゃ取れてきた。あどうか接着が甘かった。うん甘いっす。ちょっと頑張って今やってまおうか。ではおーサイレン。よっしゃ頑張って補修します。やっぱ一個一個丁寧にやっていくことで後が楽になるというね。 しっかり確実に。よいしょ。結構ね塗りにくいところが薄くなりがちみたいなそういうあるあるなんでね気をつけながらやっていきましょうか。ほいよしということで次目地でうわたっぷり購入しました。はい、いっぱい、2杯、3杯、4杯。おっしゃ、のぶくん、生命の水を。水入れすぎたら足せばいいだけやで。もうちょっとやろ。ぐらい詰めとくか。あ、いい量やな、のぶくん。もう入れんでいいわ。なんなら入れすぎたぐらいかもしれん。なんか耳たぶぐらいとか耳たぶじゃないとか人によって耳たぶの硬さは絶対変わると思うんだけど悪くないんじゃないかな。ちょっと入れていくよ。はい、OK。 よっしゃよし混ざった。よしやっていくぞ。しゃ塗るか。じゃじゃん。これを、あ、上のところもだ。こうやって、あ、これ気持ちいいな。こうやって塗っていくゲームです。これは楽しいかもしれないな。さあ、ということでね、目地入れしながらで、端っこのところがね、なんだかんだ詰めれずに終わっちゃうこともあるのでちょっと気をつけていこう。端からやっていくのがコツだな。まだギュッてよし、こうだな。ちょっとやってて気持ちいい場所じゃなくてね、この端っこしっかりと縫いながら、はい、やっていきましょう。性格が出るはずですから。よっしゃようやく2日がかりの作業が終わります。もうトロトロにしてもう結構雑なところもあるんですけど、あ、ちょうどお昼やね。いやもうこのね、ゴムベラがめちゃめちゃ塗りやすかったです。結果やばい便利さを知ってしまった。やっぱ道具だね。よっしゃ、あとはちょっと目地入ってないとこだけちょっとチェックしながら綺麗にして、ほんで後で拭き上げて一応完了でございます。はあ
ちょっと綺麗にして拭き上げますかね。はい。はい、というわけで、これがですね、ちょっと乾いた後、拭くことで、こうなりましたー。はい、ピカピカでございますね。はい、なんとかなるもんでございます。はい、こんな感じでね、なんとかここら辺を一体終わることができました。まあ、ちょこちょこした作業があるんですけども、ここもね、暖炉入れたんですけど、めちゃめちゃ、まあ、開放感ありすぎるということで、冬用に仮部屋みたいな感じになりつつありますね。お父さん DIY さすが。ということで今日はこんなところで、また終わろう。はぁ、寒くなるのが楽しみですね。じゃあの。